紙の書類がデジタルデータに変わることから始まって、今では色々なものがデジタル化されました。デジタル化されたものの中でも、お金がデジタル化されたことは大きく感じるかもしれません。クレジットカードで買い物をしたり、ATM で自分の口座から銀行振込を行う場合など、 一部のお金はデジタル化されていましたが、今ではスマホ一つあれば、現金を持ち歩かなくても決済することができます。自販機でジュースやコーヒーを買うのですら、小銭を必要とせず、キャッシュレス決済できるのは非常に便利ですよね。として、デジタル化で、 さらに便利になろうとしているものがあります。それは、電車の乗車券です。デジタルグッズを使って、日常を便利で快適に過ごせるように、何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回は、 QR 乗車券についてお話ししましょう。電車に乗る際に必要となるのが乗車券です。その乗車券は現金や IC カードなどを使って券売機で購入することになります。改札機に乗車券を通すことで 施設内への立ち入り、そして電車に乗ることが許可されるのはご存知の通りです。これは乗車券だけではなく、定期券や回数カードといった磁気カードなどでも同様です。この乗車券がいよいよデジタル化されます。それが、 QR 乗車券なんです。通常、券売機で購入する乗車券は、磁気を使って有効区間や有効日などの情報を書き込めるよう、裏面に磁性体が塗られた磁気乗車券になります。磁気乗車券は、用紙に金属を含みますので、 リサイクルで気層の分離や廃棄が必要になるんです。つまり、手軽に処分ができないということなんですよ。また、剣詰まりなどで改札機や発見機の故障率も上がり、頻繁にメンテナンスも必要でしょう。これらの問題を QR 乗車券で解決することができます。 改札機を通るときに乗車区間が正しいのにもかかわらずエラー音が鳴ってゲートが閉じてしまって通行できなくなってしまった経験ってありませんかこれがね、平日の昼まで人通りが少なけりゃええんですけど、通勤通学のラッシュ時にこないなこと起こったら人の流れ止めてしまって、 下打ちされたり、文句言われたりして、嫌な気分になっちゃいますよね。このような問題も解消できるとなったら、誰もが嬉しいことですよね。では、この QR 乗車券は、どの電車に乗るのにも使えるのかというと、そうじゃないんです。関東圏では、 京浜急行電鉄、京成電鉄、新京成電鉄、西武鉄道、東京モノレール、東武鉄道、JR 東日本、北総鉄道の発車。関西圏では、大阪メトロ、大阪シティバス、 近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、南海電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道の7社が QR 乗車券の準備を進めている状況です。また、関西圏では QR 乗車券をスルッとくるっとと称して、 鉄道だけではなく、提携する観光施設の入場チケットとしても利用可能になるんです。これってめちゃめちゃ便利そうですよね。ただ、QR 乗車券を使用するためには、券売機で乗車券を購入するようなわけにはいかないんです。 販売サイトに会員登録しなければならないんですよ。しかし、一度会員登録さえしてしまえば、それ以降は素早く乗車券を購入できるようになります。乗車券購入するために並ばなくてもいいっていうのもこれ嬉しいですよね。じゃあ、この QR 乗車券、 いつから使えるようになるのか気になりませんか ?2026 年度末以降順次実施するということですから、まだ先の話なんです。そんな随分と先の話今からされても困るわ。そう感じるでしょうね。ですが、スルッとくるっとは、 今月6月17日から使用できるようになるんです。もう再来週の月曜日から使えるということなんですよ。いよいよ始まる乗車券のデジタル化。そのことを知らなければ、電車に乗ることもできなくなる未来。こういうのも見えてくるかもしれないですね。 デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。さらに毎週水曜日には過去に配信した内容を再編集、再収録した形で YouTube ミュージックでも配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。